鉄チャンネルです。雨ばかりの悪天候、いきなりの停電でソーラーが使えない。災害は忘れた頃に、常にある程度の蓄電が必要。どこの家庭でもあるカセットボンベで発電できる発電機届きましたので、限界まで使ってみたお話となります。Thank you.